お疲れ様です。お疲れ。今日はですね、奥州市水沢の夜を徘徊しようかなと思っております。まあ今雪降ってっけどな、まあでも我々の地元に比べれば全然。まあなんだこれ、今今日花金だな。花金金曜日ですね、でまあ先日一ノ関の方まで行ったんですけど、水沢もですね負けじと、まあいろんなアングラな店があるということで、巡っていきたいなと思います。俺もよ、ずっとこうさ通ってっぺ。はい、俺店出したんだよ。あ、どんぐりさんの店ですかこれ、じゃあ今度ぜひ飲ませていただいてよろしいですか。あ、お前の場合あの倍付けだからな。お前っていうかよ、はい、まずサングラスよ、はい、夜かけで言うとバカみてえだからよ、はい、外すぞ。はい、はい、よ。てかあんたヒゲないじゃないですか。なんかクソガキみたいな顔してますよ。ダメ。そしたらこうケッて切ってしまってよ、こう、はい、半分でぐって。じゃあメガネいいかい。はい、じゃあこれ行くかい。じゃあ行ってみますか。まあ、早速ですね、スナックフロンティア。これあのタバコからつけた名前だからな。タバコフロンティアライト、で、あ、ちょっと待った、お目当ての店がやってませんね今日。パロ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 ってお前どういう意味だっすか。フィリピン語ってないんですよね。タカログ語ってんだお前。タカログ語、うん、勉強しろ。はい、浮気者っていう意味ですよね確か。パロパロって浮気者って意味は。はい、でもよ、やっぱやってねってことは、はい、花金って、はい、やめたのかもすんねな。はい、土壌屋じゃないですか。その土壌はよ、はい、一匹ずつ、はい、お尻の穴に入れるんだ。そういうプレイが好きなんですか。そういうプレイが好きで。ツバ飛んだ。そういう店なんですかこれ。選べるんよ。何をですか。土壌一匹一匹。太いのから細いのから。なるほど。サイズに合わせて。あ、自分のサイズに合わせて。だから結局、はい、まあ、細いのから入れてみて、はい、だんだん太くしていくっていう。やみつきになればだんだん太く。常連になってくとうなぎだからなお前。入れてみろ。しげる。キャバクラじゃないですかこれ。うん、でもよ、やっぱりよ、こういう店より、はい、裏路地にある、はい、ちょっとサビでだよ、はい、ちょっと60代から70代のおばちゃんの店が一番いいよな。ちょっとお金もいくら取られるかわからないような、そういうお店を求めてますよね。ないよ、ワンチャンなんかありそうな、うん、いや、あそこにもキャバクラありますけど、うん、あれだいぶ前に行きましたよねあの店。かなり前に行ったな。何年前だあれ。もう 5,6 年になりますね。 5,6 年だよな。はい、まあ人の金で行きましたからね。だ、一回だけな。はい。ほら見てみろ。はい。こういう路地よ、路地。だんだんちょっと雰囲気が出てきましたねこれ。感じになってくる。これ焼肉屋あるじゃないですか。の。なんか唇のお店がありましたよ。リップ。ホットリップ。あ、これはちょっと楽天のパクリですね。確かにね。あ、パブステーション怪しいな、うん、これ怪しいな。でもよ、はい、こういうロゴに限って結構いいないるんだ。若い女性ですか。いや若いのはダメだよ。俺の若いっていうのは60代から若いんだから。あなたプレイしたことありますもんね。ある。あれまだ若かったもんな、まだ。はい、すごいな。ふみ。名前がいいじゃない。これ絶対60歳超えてますよね、ママ。だな。ほら見てよ。一瞬大吉って書いてるのが。おう。最高だ。ヤドカリ。これはちょっとふざけてないですか。こうやって出てくるんだって。こうやって。え？こうやって。いやよ、今まで、はい、申し訳ないけど、はい、散々からいい、あの面白い店ではあったよ、はい、名前な、はい、いやでも普通にアケミとかフミとか、はい、そういう名前だべ、はい、いやどかよねえぞお前。これちょっと今度 Google で調べて行ってみましょうか。ちょっと行ってみっぺ、はい、どんぐりさん、私サブチャンネルの方でも投稿したんですけど、
これは怪しくないですか、ちょっと。これは怪しくないですか。昭和初期だぜ、これかも。これは本当に昭和ですよ、うん、だってほら、沢田研二歌ってますよ、壁際に。ああ、でもこれ原野だね。もうこれ我々が普段解体してる家じゃないですか、これ。だいぶ古いぞ。お、猫。はい、猫だ、これ多分。首輪してますね。うん。なんか美味しそうな店あるじゃないですか。本当だ。お、高い。いいの。ここいいんじゃないですか、今度。ここいいの。食事。カキ専門店なんだ。ねえ。三陸国酒場。今日よ。はい。ここ目当てできたんです。どこですか。あ、これもサブチャンで載せましたよ。ストロベリーハート。これよ。はい。1万円で。はい。1万円でやれるっていう噂なんだよ。マジっすか。うん。はい、どうも。ありがとうございます。誰だ。誰だって言われましたよ、今。誰だって、俺だって。誰だじゃねえよ、クソババア。言うなよ、言うなよ。てめえ、この野郎。おにぎりだって。お。おにぎり。待って。コンビニの近くに来てんじゃん。いや、来てないっすから。おでん屋もう結構、食事する場所も結構ありますよ。東大元暮らしでしたね、今まで。いやだからな、やっぱり大きい店は大きい店にいいかもしれんけど、こういう、あ、ちょっと待ってください。パブスナックランジュ、これランジェリーを彷彿させるワードなんですけど。マジか。これ引っかかるんじゃね、この店。これはもうサブチャンに載せましたけど、うん、これはもう完全にドラえもんのパクリですよ。これよ、はい、これ海外のディズニーランドみたいな感じだ。中国ですね、うん、あれこういうのもね。お、包み屋。これ店内にもあるんだよ、包み屋。あ、何屋ですか、これ。団子、和菓子屋。あ、なんかここにもあるんだ。あ、有名なんだ。うん、リエ。結構、結構これありますよ。我々の地元よりスナックはありますよ。ちょっとここ入ってみましょうか。たぬき横丁。すげえ。ターゲット。和風バー道連れ。ヘバちゃん。すげえな、ヘバ。スナックラベンダー。スナックサラン、韓国人ですね。おい。やってんじゃねえよ。何歳だよ。金も持ってきてねえんだ。いや、ジム、ジム、ボクシングジムですかね。でも表だった、うん、怪しい店はなさそうですね。あ、どんぐりさん、あるじゃないですか。多分これよ。これ健全なマッサージですね、多分。なのかな。多分こんなにした看板出してるってこと。でもここはなかったら健全になるもんけど。韓国式か。うん。
何もみやってほしいやんこれ。手もみ。毎回言われるじゃん。あでもフェイスマッサージアロマリンパ。リンパって言ったらやっぱり違うところのリンパだと。交換の。うん。まあ今日はよ。はい。水沢だったけど。はい。今度はまだ違う町に行ってよ。はい。次はですね、まあうん、岩手県の遠野。遠野。の出張が入っております。うん。まあその辺をですね、ちょっと近々攻めてみたいなと思います。まあちょっと田舎に行けば行くほどよ。はい。過激な店が待ってますから。はい。な。はい。どんぐりさん、大変申し訳ないんですけど、うん、私ちょっと今酔っ払って頭が痛いんですよ。うん、よしコンビニだ。いや無理。帰る。なんで。